皆さんこんにちは。和歌山県立医大義北分院脳神経外科の大岩でございます。本日は治る認知症、治らない認知症というタイトルでいろいろな認知症の原因や治療についてお話しいたします。認知症とは記憶力や判断力が低下する病気ですが、その中で一番よく見られるのが物忘れという症状です。物忘れと言いますと、若い頃に比べて記憶力が落ちたことを実感する方が多いかと思います。物忘れの中でも何かの拍子に後で思い出したり、ヒントを与えられると思い出すような、こういった物忘れは、これは頭の中に残っている記憶を取り出すことに時間がかかっているということになります。このような物忘れは基本的には生活に支障をきたすことは少なく、あまり進行しません。これは加齢による度忘れというもので、病的なものではありません。しかしヒントを与えられたり、実際の話を聞いても思い出せないということは、そもそも頭の中に記憶として残っていないということになりますから、このような物忘れは自分の生活の管理ができなくなって生活に支障が出てきます。これが認知症による物忘れというものです。現在の日本では65歳以上の約 15% の人が認知症にかかっていると推計されています。さらに認知症の前段階の軽度認知障害を含めますと約3割という高い頻度になります。最近は高齢者の交通事故が社会問題となっていますが、75歳以上の高齢者で交通死亡事故を起こしたドライバーの約4割に認知症の可能性があったという統計結果も出ています。これからの高齢化社会で認知症の予防や治療がいかに大切かがわかるかと思います。次に認知症の分類についてですが、認知症の原因については医療機関や診療科によって若干の差はあるかと思います。義北分院では認知症の原因はざっとこのような頻度で見られます。一番多いのはアルツハイマー型認知症で、続いて脳梗塞などによって起こる脳血管性認知症となります。またこれらが混在したタイプもよく見られます。レビー小体型認知症や前頭側頭葉変性症などはかなり稀な疾患です。その他としまして、認知症以外の他の疾患に伴って認知機能低下が生じることがありますが、これらの中には元の病気が速やかに治れば認知症が改善するものもあります。しかしながら認知症全体で見れば、現在の医学ではこれぐらいが治る認知症ではないかと思われます。まず治らない認知症からお話しします。アルツハイマー型認知症や脳血管性、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症など、これらの認知症は病気自体を根本的に治す治療法はまだ開発されていません。これはアルツハイマー型認知症の患者さんの脳ですが、 MRI 検査をしますとこのように脳の表面の隙間が広くなっています。また脳の中の脳室という部分、ここは脳脊髄液を作っている脳の中の空洞なんですが、この部分が大きくなっています。つまりこのようにして脳の厚みがなくなっていることを示しています。このような所見を脳萎縮と呼びます。アルツハイマー型の認知症の患者さんの脳を顕微鏡で見ますと、アミロイド β やリン酸化タウと呼ばれる異常なタンパクが脳や神経細胞に沈着して
神経細胞が働かなくなって死んでいきます。このようにして脳機能が低下するのがアルツハイマー型認知症です。脳血管性やレビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症など、先ほど挙げました脳、認知症も脳の中の神経細胞が減ってしまうのは同じです。したがってこのような認知症では神経細胞を元通りに増やして治す治療は今のところありません。このような認知症の治療はまず薬物治療としまして脳機能を補助する薬や精神症状を安定させる薬を使います。脳血管性認知症の場合には脳梗塞の再発予防薬が使われます。これらの薬はあくまでも進行を遅くする、部分的に症状を緩和するといった目的で使われます。またリハビリテーションや運動などによって脳を刺激することも認知症の部分的な改善や進行予防に効果があると言われています。次に治る認知症についてお話しします。正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍の中には認知機能が低下するものがあります。これらは原因となる病気が治れば認知症の改善も期待できます。また甲状腺ホルモンなどの障害を起こす内分泌疾患やビタミン欠乏症といった代謝性疾患で認知症をきたすことがありますが、このような認知症も元の病気が改善すれば認知機能の改善が期待できます。続いてお話しします。脳の中では脳脊髄液という水が作られて頭の中を循環しています。正常圧水頭症は脳脊髄液の循環が悪くなってゆっくりと脳内に水がたまる病気です。たまった水で脳が圧迫されますので認知症をきたします。認知症だけでなくよちよち歩きになって転倒しやすくなったりトイレに間に合わないといった特徴的な症状を示します。この病気はたまった水を腹腔に流すためのカテーテルを埋め込むシャント手術を行うことで脳機能を回復させることができます。手術方法としましては脳室に直接カテーテルを入れて腹腔に流す脳室腹腔シャント、それから腰の骨、腰椎の間にカテーテルを入れてお腹に流す腰部腹腔シャントという手術方法などがあります。慢性硬膜下血腫についてお話しします。慢性硬膜下血腫とは脳と頭蓋骨の間に血液がたまる病気で、頭の打撲が原因となって2、3ヶ月の経過でゆっくりと症状が出てきます。たまった血液で脳が圧迫されますので手足が麻痺することが多いのですが、まれに言語障害や計算障害、注意力低下などといった認知症症状が中心となって現れることがあります。この病気は頭蓋骨の下に管を入れて血液を抜くことで治癒します。この手術は局所麻酔でできますので、高齢の患者さんでも比較的楽に手術を受けることができます。また左の患者さんのように前頭葉を圧迫するような大きな脳腫瘍では認知症や精神障害をきたすことがあります。この患者さんは頭蓋骨にできて脳を圧迫する髄膜腫という良性腫瘍ですが、
腫瘍を摘出することによって、脳機能が回復して認知症の改善が期待できます。右の患者さんは首のところで頸移動脈が動脈硬化を起こして細くなって詰まりかけている病気、内頸動脈狭窄症という病気です。手術で血行を再建することによって脳梗塞の危険性が下がりますが、それだけではなくて脳血流が改善して認知機能が改善することもあります。これは私たちが実際に経験した70代の男性の患者さんで、右の内頸動脈狭窄症の患者さんです。血行再建術手術の前後で前頭葉機能、知能テスト、記憶テストの点数の改善が見られました。最後にまとめますと、多くの認知症は現在の医学では治らない認知症です。これらは薬物治療とリハビリテーションなどによる脳刺激療法で脳機能を落とさずに生活レベルをできるだけ長く維持することが目標となります。治る認知症は認知症全体では頻度としては稀ですが、速やかな治療が認知症の根治につながりますので、そのためには正確な診断が必要です。いずれの場合にもおかしいなと思ったら早めに医療機関を受診することが大切です。以上です。ご清聴ありがとうございました。